ません、遅いところね。はうん。い。そう。ゆりさんはね、パジャマで参加していただいてるということ さっきまで寝かせて、布団の中にいそたの。う、そう、さっき起きましたっていう LINE が届きどうも。よかったです。はいはい。いや、コンサートね、やらせていただきまして、ありがとうございました。ありがとうはございます。い。ねその背景ないんですか？そのコンサートのチラシみたいなやチラ、チラシちょっと待ちくださいね。つ。はい。ねえ、用意します。はい。お話はね、中村さんから私いろいろ聞いておりまして、なんとこう、フランスの曲をたくさん、クラシックの子でやられたっていうことで、見に行きたかった。すいません、行けなかった。すごい素敵だった。ああ。いただいて。うん。ねえ、まあ、ちっちゃいお子さんもいっぱいいて、そういいそう雰囲気でしたそね、すごく。う。うん、ねうん、そうそうそう。すごい。ああ。ああ。そうなんですよ。3人でやられたんです3ね。人で、そう。前半がね、デュオでやって、後半がトリオで。なるほど。てか、もうそのトリオがね、珍しくてさ。なかなかこの3人とのトリオの楽器の編成がなね。いね。ないね。で、大体普通さ、この編成だとプランク弾くんだよね。だけど弾かないっていああ、うそうのだは。ね。そうかもね。なるほど。やったプこランとク。ない。あ、です。大体こういう、いや、なんかね、みんな割とプラグ弾くんだけど、それをあえて避けてるのはすごいいいなと思いました、僕は個人的には。はい。そうそうそう。まあ僕もね、5年以上前の写真を使わせていただきいつのよって、や、とり、5とり、年とどり、ころじゃないじゃない？今年とる、あ、ごや、あ、うん、5年どころじゃないかもね。5、6、6、ねえ、もう、でも大あ丈夫までりすか？ね、変わってないです。変わってないです。うん、そのまま。ありがとう、本当にそれ信じるようにする富士山もすごいこれ、ブランコと素敵ですね。わ。そうね、すごい。なんか天井からつながってるみたいなね。これね、これ本当はね、フランスの旗のとこ、なんかこれ、丸の内で撮ったんですけど、ラグビーの時だったのかな。で、なんかね、上のね、フランスのところね、ラグビーの旗みたいなやつだったのを、それを。ここを撮ってもらって、フランスの国旗に変えてもらったんです。そうなんです。フランスね。ゆりさんはフランスにね、留学されてたんですよね。なんです。そうなんですよ。なんでまたフランスなんですか？フランスものが昔から好きだったんですよね、大学生の時から。ああ、なるほどね。あと、なんか友達が結構フランスに留学、私、留学したの27ぐらいの時なんですけど、大学出てから何年か経ってから、なんか大学出てすぐ友達が結構フランスに留学してたのもあって、遊びに行ったりとかしてたんで、なんかたまたま日本で受けた講習も、なんかフランスの先生だったりして。フランスの方がつながりが多くてそう行きなまんしですね。素晴らしい。ちょっと待ちくださいね。一回切りますね。ああ、そうなんですね。どんでぐらい行かれてたんですか？1年間行ってました。フランスか、どんな1感年じか。なんです、フランスの街並みとか見たことあるんですけど、実際の住んでみるとどんな感じなんですか？汚い。え？そうなの？ 汚い。そう、景色はめっちゃ綺麗なんですけど、なんか床っていうか道路っていうか、なんか衛生面がめっちゃ、パリは特に、田舎の方に行くとそんなに汚くないんですけど、なんか結構なんか、そうフそうランそう。ス人の人に、日本人がすごいフランスにこう夢持ってくるから、結構なんかその、鬱になるみたいなのを聞いて。たことがあります。全然イメージ違うみたいな。そうなんですね。いやー、フランスか。おしゃれだな。1年間ってね、長いようであっという間ですよね、あっきっととね。いう間でした、本当に。ねえ、本当は3年ぐらいね、行きたいですよ痛ね。かったですね、はい。ねえ、なんかちょうど1年間四季を味わって、それでなんかいろいろ対策、取れる頃に帰ってくるみたいな感じでそうすかなんですね、なよ。んかやっとね。なんか言葉も理解できて、普通に会話ができるねぐらいだったんで。え。まゆみさんもね、留学されてましたよね。まあ、私はもう遊びに行ってきてるもんだけいやいやど、いや。留学。どこに？
おうん。藤井君、インドに留学してたんでしょ？え、うん。カレーを学びにね。いや、違う。田村だって、川のほとりで叩いてたって言ってたじゃん。そうです。ガンジス川のほとりで叩いてましたよ。本当に習ってたんでしょ、だって。うん、2週間。すごいよ。え、あれ、前いや、田でさんも、も、海外いいですよね、やっぱね。うん。海外。私、1週間だけだったけど、フランスに遊びに、旅行にですけど、行ったことがあって、もう全然、なんかもう、フランス人の人って、なんか全然こう、迷ってる人に対して寄り添ってくれない？ いや、それはね、語弊が人によるいと思う。や、なんか、人によるよ。私はそのイギリスに行ってたんですよ、イギ リスやめに。なさい、フランス人をディスるちょっとだけイギリスにその留学してた頃に、やっぱりなんか紳士の国って言われるぐらい、すごいみんな優しくて、こう地図広げて、こう、どこだろう、どこだろうってこう見ああ、てたそっら、か。みんなそうそう、いや、教えてくれるんですよ。声かけてくれるの。だけど、フランスは全くもうなんか、いないぐらいの存在で、なんか、あ、で、なるほ全ど然ね。そう。で、しかもその英ああ。語、まあ、その英語だったら通じだろうっていう、その私の甘い考えも良くなかったんだけど、本当にフランス語を喋る人しか相手にしないっていの？うイメージ。ゆりさん、そうなんですか？英語喋らないですか？あの人た ち。私、英語がね、喋れなかったんで、フランス語でずっと生きてたので、かっなんけ。かそれからああ。わかんないです。そっ逆に。か。すごい全くなんか英語には寄り添ってくれない。ね。うん。それ、まあ、フランスってでもね、個人主義って言うからさ、イギリスはまあ確かに信じて、まあやっぱりね、違うだろうね、ちょっとね、それは。その個人主義が私はすごい生活しやすかった。ああ、そうなんだ。そっかそっか。まあね、合う合わないあるよね。うちにくん、どこが合うの？俺今んとこ全部大丈夫です。どこでも心地よかった。あ、本当。インドも楽しかった。もでうも、小石本先生のその場に馴染むその性格はもう才能、天性の才能なんですからね。当。もうどこ本に行っ当て嫌、このも。人。この人本当に、この人もう、どこ行っても仲良くなろうとしてさ、いや、もうどもうこに行っ俺、てもなんか、ももう昔から知り合いかのようなさ。う そう。俺は逆なんだよ。俺は人見知りだから、本当は。もう本当に話しかけてきてほしいのに、うついくんとご飯食べに行くと、もうずっとなんかおばちゃんと喋ってるさ、何ですそうか、だおね。ばちゃんのその服はとか、いいよ、知らなくて。最 そん近、そういうなこと話や。知りたくないよって、中村さん、中村さん、あれ、なんとかですよとか言って、知らんし、と思って。ねえ。知らない人と話すの全然ストレスも何もないんですか？あんまないですね。だって、その時、もしなんか今、インドの時とか、その時しかでも一生会わないんだろうなって思うと、話しておいた方がなんかいいんだろうなと思って。絶対、本当そこまで考えてる？その時に。考えてないけなんど、か今なすんでごしいかっょ？こよかったよね、なんなんか。かこう、現地の人と喋っておきたいみたいなことはあるかもしれない。ああ、そうなんだね。ですね。なるほどね。まあ、そう言われると、なんか、まあ、確かにそうだねと思うけど、でも、私もなんか、なるべくこう、なんか、喋らずに帰ってきたいなっていうタイプだからさ。うちんくん、ニューヨーク行った時に、もうさ、失業者で溢れる、ブルックリンの中でも失業者で溢れる街を取ってくれたんだけどね、部屋を。しかも、あ、安かったんですよね。ブルックリンっておしゃれなイメージあるのに、行ったらさ、ジャマイカ人の失業者で溢れる街でさ。いや、怖かったのよ。怖くてさ、いやさ、で俺怖いから公園散歩してさ、行ったらもうさ、失業者で溢れててさ、完全にガンジャで決まったさ、もう、俺は人生どうでもいいぜみたいな感じで太鼓パカパカパカパンって叩きながら踊ってるのを見て、それニューヨークだよ、ブルックリンで。で、やってて怖っと思って、俺絶対あそこ来たくないわと思って、で、帰ってきて、うちに行くいないから、あ、どこ行ってたのって言ったら、いや、公園の中で太鼓に紛れて踊ってましたって言って、お前かよって。すごすぎる。すごい
すごいんだよ。本当すごいんだよ。俺、マジかと思って。まあ、さすがですね。すごいね。だから、フランスに行っても大丈夫だろうね。全然まあ、大丈夫ですごめね。んなさい。全然関係ない。いや、すいません。フランスの音楽の話をそうさでせすよ。この間のコンサート。て。いねやー、面白え。い。なんかでも選曲が本当に面白かったですね、いや、選本当そ曲。れは思う。そうなんで、なんかジャゆうズさは一ん。番何、どのフランスの作曲家の中で、これっていう作曲家さんいらっしゃるんですか？フルートの曲だと、去年やったんですけど、ディティーユの曲がすごい好き。また、ああ、ディティーね、やりましたね。フルかートっのこいい。中では一番好きな曲はディティーユなんです。そうなん。吉井君、メシアン好きなんですよ。あ、メそシうアン、なんですか。そうそう。好きなんですけど、そう。前回でしたっけ、ミシアンやられたっていうのを聞いたんですよ。あ、前回。前回かな？前回だって忘れちゃった。前回です、ミシアン。黒そう継ぎ。そうそう、黒つぐみ、そうそう。生で聞いたことないので、聞いてみたいですよね。びっくりした。譜面、びく、あの段がね、3段が4段あったよ、ピアノの。あまりにもで、プラグマイノフ以来だよ。4段くらいやった。本当にびっくりした。聞きないんだ、2段だとね。そうそうなるそほど、う。なるそうほどそう。フね。ランスの曲だと、フルートはか、なんか他のドイツとかの曲と何か違うのあるんですか？ちょっとあんまドイツの曲やったことないんですけど。僕も。いや、まゆみさん詳しいよ。いまゆみさんはね、や、詳ドイしツくはのない得け意だど、から。まあ、逆に私はフランス語に触ってこなかったんですよ。そう。フランス語で触ってこなかったのがすごく新鮮で、ドイツ語ってやっぱりなんか骨格がこう、骨格でちょっとね、7割、8割見せるみたいなところがあるから、全然こう、違うところにあるかな、あるというか、ね、本当にわ、なんていうか、ね、それぞれの味があるのかなって思いながら聞いてましたけど。でもなんかフルートの曲フランス多いですよね。あ、そう、多いですね。それはなぜなんですか？わかんない。なんでだ、ナルセン君。暴れ玉だな。暴れ玉が来たぞ。いや、確かね、あれなんだよ、サックスってフランスじゃん。あ、そうです、そうです。ねえ、フランスそうです。なんだよ、サックスって。だから木管楽器とか、ああいう楽器のってフランスなのかもね、もしかしたら。上の文化があるんですかね。だって、プーでラも、ンクもそうだし。フランス、でもさ、フルートって古い楽器でしょ？古い、そ古のい。古い楽器で、今の形になったのは、そのドイツ人のベームってどっちでしたっけ？ベームが今の形にしたんで、金属で穴が開いてみたいな、このキーがついてっていう形になったのはさ、最近って、何年前だろう？最近。あ、そうか、だって、モーツァルトとかも全然書いてるもんね、フルート書いてね。る、書いてる。メジャー楽器だよね、フルートは。そうですね。いや、フルートね。そう、難僕しのいんでさ、しょ？難しいんでしょってめっちゃ失礼な。何も知らない人の、何も知らない人を聞き出さないです。俺、ピアノしかできないも 私も知らないけどさ、ピアノ、いっぱい。すごいんだよ。ゆりさんね、ラベルのソナチネ弾いたんだって。ええー、すごくない？上手なんだよ。上手じゃないです。子供の時からずっと大学卒業するまではずっとピアノはやってたので、すごないいだよけ。好きね。ね、な。みんな、ね、すごいですね。フルートはね、よく三欠にならないなって思って見てますよ、いつも。レッスン中に何回か倒れてますよ。倒れるんです。サックス吹いて、たまに、まあ、フルート持ってはいるんですよ。でも全然音は出るギリギリなんですけど、まあ、よく持ち替え、サックスの人ってよくやるので、ジャズの。やりたかったんですけど、まあ、うまくならなくて、ロングトーンってずっと同じ音を吹く練習が一番ね、一番最初にやるんですけど、僕5分で三欠になってやめましたもん、最初。息すすごい。げえ、多分なんかかかっ息継ぎしないで吹く奏法ありますよね、フルート。ああ、あります。循環フルーね。トも、フルートもあるんだ。へえ。ね、ありますよね。あんなでのも、無理だよ。サックスの3倍、4倍ぐらい使いますよ、きっと。そうなの？へえ。
この前、フルートの方と喋った時に、フルートは息の半分捨ててますからねって、だからまあ、意な外なんるだほけどど、ね。だってさ、フルートって言ったら女性楽器の花形みたいな、僕、イメージあるんだけども、でも、すごい肺活量必要なんだ。大変だな、こそうれ。思いますよ。なんかあれ、シンクロってやつですけど、水の中で踊るやつみたいな、足バタバタすごい足してるじゃないですか。あああれいうイね。メージなんだと思うんですよね、フルートって。肩すげえ大変だけど、わ かるけど そう。そうね、こう上まあででも、優雅に踊りながら一人パタすごい大なる変なん。ああ、なるそほれどででもね。なんて、息漏れの音というかね、あんな感じの音なんだね。いや、だ、ゆりさんね、体力すごいなって毎回思うんだよね。もうすごいよね、本当に。子供育てて、しかもあんまり寝ずにさ、リハもちゃんと客やって、あんな曲数やって、どうやって、どういう体、やってそんな体力を、やってる遺遺伝伝かなんな。かい だから訓練じゃない もう持って生まれたものだめっちゃハードワーカーだったんですよ。ああそうなんださあ、早く家出て、すごい遅く帰ってきて、土日も仕事でみたいな。元気だったんで、ちょっと遺伝かなと思って。ゆりさんは、フルートってもう最初からじゃないですよね。ピアノやられてたっていうこそうと。ですね、中学生からです、フルートは。きっかけは何から行っきっかたけ、の？吹奏楽部に入ったからなんですけど、希望されたんですか？そうです、フルート聞きました。サックスはやらなかったんだ。サックス、選択肢になかった。サックスなんてね。フルートかトランペット悩んでました。どっちも大変そうね。一応一気使いますね。あ、でも体力いるんだな。なんか、そういうの一回もやったことねえから。そうなんだね。そうですか。そう、でも、まあでも吹奏楽ね、やっぱ多いですよね、吹奏楽から始めるっていう人ね。私、みんなここ吹奏楽入ってないからさ、他、ゆりさん以外、他3人は。そうなんだ。そうか。去年、学生のオーケストラに参加しました、ピアノで。すごく楽ノしかっでた。しょ、でもそピれアでノ、も。それピアノだけど。面白いんだよ。みんな、遠くから写真撮ったら、高校生の中に俺が一人立ってる。すごくいい思い出 ごめんなさい。いや、でもね、本当曲がね、素敵でしたね。いや、僕もあれ、3つの水彩画がすごくいいですね、あれね。あ、あれね、がすすごい、やりたかったんです。ね、言ってましたね、MC でね、すごい綺麗そな曲だなって思いました。で、しかもなんか聞きやすかった、すごく。そうそうそう。ね、フランスものってなんかもっとこう、なんかこう、ぼわーっとしたイメージが、まあ勝手なイメージだけど、まあ、自分が俺やってこなかったから、自分がやってこなかったからさ、ボキャブ悪いけラど、リー。だけど、なんかすごく、こう、なんていうか、展開があって、なんか、なんていうか、その和声とかもすごく聞き取りやすくて、すごくなんかいい曲だなと思いました。いや、本当に素敵でした。あれですよ。もうスクリャービンの影響とか、フォーレの影響とか、なんかいろいろ混ざってね、チン君楽しかったと思う。今度行きます。必ず行きます。で、次も、じゃあ、難しいの。もう力尽きて、もう次は回らないってなりま メシアの鳥聞きたいっす。メシアも、ことに過ごさなきゃいけないあれ聞いてる人しんどいよね。ないです。正高音直の鳥に聞こえないんですよね。でも、解説読んだら、あえって思いましたけど、日本語訳の解説ね。読んだことあるんですけいや、ど。もう有名なんでやっちゃったからな。黒あ、2。そうですね。ゆりさんなんて、フルートって、どこ一番聞いてほしいとか、こういうとこがいいなんかあるんですか？フルート、なんか、ね、聞いてますとちょっと変わっちゃうかもしれないんですけど、その楽器やってない人からすると、なんかフルートってやっぱ優雅で、なんか綺麗で、なんか、なんだろう、ゆっくりした曲しか吹けないんじゃないかみたいなのを思われてることが多くて、なんか速いテンポとか激しいことができないって、なんかそういうのが多分イメージないみたいなんですよ。なんか私結構アニソン好きなんでアニソンも吹くんですけど、こういう曲は、アニソンがやってるって、フルートでアニソンできんの？みたいな。だから、アニソンじゃなくてもいいんですけど、なんかその、
ただ優雅にゆっくり吹いてるだけじゃないっていうのはなんか知ってほしいなとは思う。何でなもるでほどきるね。し。うん。なるほどね。っていうことを、なんかいろいろ、今年の目標とかってあるんですか？私の目標ね、いろいろ立ててはいますが。なんかね、ゆりさん、ちゃんよとね、毎年目標を立ててね、それを叶えてるんですよ。い、立てて素晴らもしい。う、ここにいるメンバーも煎じて飲まないといけませんね、それは、そういう、そういう気持ちは、本当に。わ かもうらん。ゆるゆるだから、もうみんな。すごい。なんか何がありますか？代表的なの。代表、なんか演奏。まあ、その東京じゃなくて地方の演奏もしたくて、去年名古屋行ったので、今年は大阪は行くんですけど、もう一個福岡にも行きたいなと思って。おお、すごい。僕、前、伺わせていただいたメンバーで行かれるんですか？ポラリス。まあ、それ大阪で行きます。福岡はもうちょっとちっちゃい人数でと思ってるんですけど。すごいね。いいあれですは、ゆね。りさん企画なんですか？あれ、主体そうは。ですね。私ともう一人ビオラ、まあ自分が一番、なんだろう、最初に始めようって思って、で、ビオラの子にちょっと話したら一緒にやるって言ってくれたんで、それでちょっとずつ人数増やしてて、またこの間よりも2人、あれ？ 1 人増えたのかな？ちょっとなんかメンバー増えてます。ちょっとバランスがちょっと今、なんか途中な段階なんで、なんかこうちょっと違う感じになっちゃうんですけど、少しずつ増やしててみたいになってます。大変だ。地方ね、いいよね。ねえ、でも演奏旅行ね、いいですね。お客さんね、でもすごい入りますよね、毎回ゆりさんね。あれ、やっぱりあれですか、こう、地方にもファンがいっぱいいらっしゃるんですかね。そんなすごいいっぱいいたわけでもないですけど、何人かはすくごい。ださるので。今回のコンサートもね、ちょっとね、大阪から来ようとされた方と、ちょっと来れなかったらしいですけどね、遠くから。すごいんだよ。なんか光一君がこうどういう顔して見てんのか、いすごやいくやいや、顔。角度が悪いの？大丈夫だと思います。宇津木君もね、クラシックやりたいっておっしゃってたので、もしサックスのやつがあれば、ぜひ宇津木先生をですね、クラシックの現場にぶち込む。できますか。まあでもう、もさ、やっぱ周りがさ、クラシックやってるメンバーが多いと、どうしてもやっぱやんなきゃいけなくなるから。ね。ね、いや、本当ジャズだもんね。でも、ゆりさんはジャズも挑戦されてるんですよ。ちゃんと、すごい、そういう。本当に。プライミーもすごいいい感じで、前回やられて、ねえ、ジャズもお好きなんですか？私？聞くのは好き。いや、そんな、演奏はなんか楽しんでやってるって感いいですね。じ。全然そうなんですよ。まあ、ゆりさんとは僕はアニソン弾くっていう現場で一緒だったんですよ。おう。アニメがすごいね、好きな。今の推しアニメは何かあるんですか？今期男女飯見始めましたよ。あれはもう最高ですから、あれは。確か僕は前激推ししてた気がする。宇津木君にも激推しした気がする。ましたよ。男女飯ね。もうかわい、あの、そうそう。あれなんで、ドジっ子がいるんで、一人。エルフの。そう、あれ、彼女がいいんです。僕はでも最近あれが推しですよ。また新しいの見始めて。押井守が脚本の、え、押井どれ守、ですか？あのね、あかりの王っていう。まだ見てないですすね。ごいね、もうやっぱ押井守なんだよね。いいですね。めちゃくちゃ難しい。だけすど、ごい真面目なアニメだよね、すごくいね。や、真面目、でもファンタジーで、なんかやっぱり、もののけ姫とかあっちに通じるものが、監督はしてないからね、押井守が。だから、話の骨格だけめちゃめちゃ偉いしっかりしてて、なんか言葉いっぱい出てくるし、おすすめです。おすちょっすと見めてみでます。私最近オットタクシーに。オートタこれ、すごい好きでした。ねえ、あれいいですよね、オットタクシー今。あれね。まあまあ、3週目ぐらいです、今。何回見んの？何回見んの？
あれは何ですか？タクシー、本当だ。そう、大好き、オットタクシー。これはすごいいい、良かったです。そう。ね、音楽もね、いいよね、オットタクシーね。パ、あのね、そうそう、パンピート。そうそね、う。パートのね、あの人がね、うちやっにた。君は何好きな今、最近見てないですよ。え、大丈もう夫？そういうことを言わせようとしたんでしょ？ いや、違う違う、いつも最近見てるって言ってたじゃないですか。まあまあ、ちょっと、たまに映画をちゃんと見ているという。ああ、そうなんだだっね。て、今年、光一先生ね、目標は月2本映画見るっていう。絶そうなんで対す。嘘だ。大変だよ、それ結構、月2今本月は。はなんか見たんですか、もまあ、遅ればせながらターを見ましたけど。ああ、ああ、ターたね。あれですよ、指揮者の話なんです。女性指揮者の話。ぶん。そうそうそう。あちゃれんとは、やっね、ぱ、あ、サスペンス？さす、まあ、なんあ、か、サスペンス。まあ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 。そうそう。もう、あれだね、バーンスタインの弟子っていうちゃんとした設定があるんだよね。そうですよね。そうそうそう。そうなんなんだ。か、こう、なんだっけ、そういうレビューみたいなやつの感じは僕は受けなかったですけどね、結構暗くてって書いてましたけど、まあ、あれはあれで、今だったら全然問題ないよなっていう感じで受けましたけどね、まあ多そう分見てそうる。そう。あれね、いいよね。そうそう、あれそん見なた。感じではあんまり受けなかったんで、ゆうさん、嬉映しかっ画た。は見られますか？私、映画はそんなに見ないんですよ。なるほど。あぜの、ひ、ぜひ、ターを見てください、ターを。は ター。いや、ター、いいね。吉野さん。なんだこの話は。映画見ないって言ってるから別にいいじゃないですか。見るのは、見れば見れて楽しいんですけど、なんか自分から見ようってなかなかなんないああ、ね。そうなん、そうなんですか。アニメが好きなわけだから。いそうですや、ね。そんな、じゃあ、ほら、チャレンジですよ。なん俺か、何じゃない。アニメは結構流し見できるのが多いあ、ので、そう、それそうがな寂んしだよいね。お家にいな。て、いろいろ、ああ、確かにそうね。そう、うん、そう確なんかだよにね。おね。家にいると、なかなか。いや、でもなんか、本当ゆりさんはチャレンジがね、すごい毎回されてて。いや、本当、お子さんがいるとは思えない、このバイタリティというか、本当だよ。本当すねえ、ごいすと思ごう。いすよ。ごいよ、本当に。いや、だから、なんかそのね、新しくチャレンジするっていうのは見習ってね、やっていきたいなと、僕も今そう年。ですそう。ね。昨年はね、ヴィーナスの祝祭にも参加していただいてね、ああね。今年もやろうとしておりますので、まあ、いろいろまたちょっとお誘いさせていただいて、はいね、本当に華やかになります。はい。なんかこうフルートを始めたい人とかに、これいいよみたいなおすすめとかアドバイスとかってあります？進めて何のどういう。こういう曲から始めるといいんじゃないかとか、これがフルートの、なんかすごくこうシンプルに伝わりやすい曲とか演奏者とかってあります？フルートやってる人にいつも言われる、なんか、アルルの女のメヌエットとか、フなんランかスそのだ。またダンフスランミスゼだ。の、すごいなんかリクエストよくされる、なんか好きな人多いイメージで。ゆいさんの中でこうフルートの魅力って一番何ですか？なんかね、それちょっといつもフルートの魅力って何ですかってやって、すごい難しくって。っていうのも別、なんだろう、私なんかたまたまフルート始めただけで、フルートそのものがそんな好きなわけじゃない っていうのがあって、その、フルートっていう楽器が好きな人も多分いると思うんですけど、やー、わ私かる。なんかその音楽をするのが好きなだけなんですよ。あー、だから、同他のじ。もね、良かったから、なんかフルートの魅力ってあるとすごいなんか難しい。でもフルートも好きは好きだし、なんか、こうね、どの楽器もそうですけど、なんか完成とかないから、磨き続けるものだから、やり続けるし、なんか練習もいっぱいするんですけど、なんか楽器そのものの魅力ってなんだろう でもなんかね、アマチュアっていうか、その趣味でフルート好きな人はね、リードがないから、エアリードとの、アスペースがリードがあるから、なんかそれがないのが結構特徴的で面白いみたいなのとか、まあ、音色が好きな人とか、なんかで結構聞きますね。そう、面白いですね。いや、わかりますよ。僕も困りますもん。ピアノどこが好きですかって言われたら、ないから。
なんていうの、ピアノの魅力なんですか、ひろき先生。好きじゃない。僕はコンポーザーですって答え。めんどくさい先生だね、本当にさ。だって本当なの。俺だってそんなの作曲家なりたいって言ったらピアノやんなきゃ作曲家なれないよって地元の先生に言われてピアノやったんだもん。しょうがない、そんな。うちに行くんだってもともとボーカルだけど、先生に勧められてサックス行った男だから。まあみんなそりゃそうじゃない、私だって手軽だったからピアノやってたぐらいで みんいなや、そうじゃない、何せ大学が家に近いだけっていうね。そう そう、結局、でもそのゆいさんもピアノをやられてたりとかしてて、残ってるっていうのは何かあるんでしょうね。何でもいいっていう感じでも、でもフルートだったっていうのは、そうですね。あまある。でもフルート選んだのはなんかピアノで音大がちょっと無理だって思ったからっていうのもあってやまたまた、またま でた。も、もう私音大決めたの高校3年生の時だから、それはすごそれでい、よく入った。それはすごいそそれれはすごいわ。ピアノじゃ間に合わないなって、すごいそれ。頑張ったな、それは。すごい大変だっ頑張た。る そ大って楽しそうですよね。あ、そうか、僕だけ違うんだ。そう、音大じゃない。仲間外れです。頑張って さようなら。いやいや、でも、ね、本当に。次はこの中村さんも一緒にやるのはいつ頃とかあるんですか？いや、お仕事の話だからね、うち。まあ僕まはたいなんつでかこのも、間みたいなね、大きなコンサートじゃなくてもね、またこうオンラインコンサートとかでもね、また聞きたいなって思ったら。また気が向いたときに、僕もね、ね今年はまたお願いさせていただくと思いますので、ぜひぜひ。もうね、いやー、大変だ。え。今フルート日も、とか手元にあったりするんですか？そこで転がってます。転がっそんな。見たいっつったらいいですか？いい、そこの、この、ここ一応防音室なんで。いい、よいしょ。あ、これ一応ピアノなんです。一応あ、ピア、ねそう、アップライトね。え。アップライトピアノ。ルートこれ。ここ何の、どこのメーカーのやつなんですか？三強です。ああ、三強。三強、こいつ先生の出ました。ガジェット好きじゃないけれども、楽器好きの。三強が吹いたことあるんですよ、ちょっとだけ。あ、そうなんですね。ブラマツと三強と山が。いろいろ吹いてらっしゃる。ちょっとこう、プッとこう、今、軽くできたりするんですか？ 大丈夫。まあ、ぐ時い間がぐ時間ですよ。今の一応撮ったのは全然大丈夫さすが、小石先生。切って、プって、言ってね。プッて。ああ、そうやってやるんだ。いやー、ああ、すげえいい音。いい音、それはするよ。プロの人や。失礼な発言をしてしまいます。いやいや、でもね、またなんかこのメンバーで共演できたら面白いですね。このメンバーで あ、したか。共演したわ。ビジネスでやったわ、そういうの。そうね。ただ、まゆみさんも何か楽器で一緒に。でね、ああ、楽器でピアニカで。何ピアかニでカ、ね。ピアノじゃなくてピアニカ。ピアニカで。そうね。本当、こんな取り留めのない会に参加していただきありがとうございます。本当に。ゆいさんは告知的なものありますか？あればぜひ。ああ、今度、4月20日にピアノとバイオリンとフルートでコンサートがあるので、いらしてください。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ？合ってる？ちょっと待って。いや、載せたっけな、載せたっ載せてけな、ない。ないかもしれないですね。載せ載せててなない。いの、載せて載せないでてすね。ない。なるほど。わかりました。ありがとうございます。4月20日です。4月20日。いいんです夜ね。です。何弾くんですか？またゴーベールやります。チャレンジャー。いいです今ね。日、メイン、一番メインはクーラウ。
今回は。いいですね。頑張って、頑張ってね。やっていきましょう。はい。ということで、ちょうど1分未満になりましたので、すいまあ、せん。もそうでう同すよ。じ。もう、こんな時間で。はい。ということで、ありがとうございました。参加、ご参あり加。がとうございました。はい。大変楽しいコンサートでした。With light, はい。sprinkling また、よ at ろしくお願いいたします。night. はい。